やっと寝れます。本当にあの試合終わった後からまあ断るごとに考えますし、今日あの龍河の思いっていうのももちろんありましたし、自分の子供も今日誕生日だったので絶対勝つとこ見せたいなと思ってたので、あのいろんなストーリーがある中でこうあの無失点でしかも 2-0 で勝つっていうチームとして、あの最善の形であの結果が得られたのがすごい良かったなと思います。いつも以上にこう緊張感のある中でプレーしましたし、もちろんサポーターの皆さんの声かけ、それがすごく力になりましたし、あのこれでやっとあの2つともベストを行けたので、あのここから先は自分たちがあの作っていく新しい物語だと思うので、それをあの少しでもいい景色を見られるように、いい景色を見せられるようにサポーターの方々と一緒にやっていきたいなと思います。あのミスがあった後にこうすぐ変えるんじゃなくてこう起用してくれるしげさんの愛というか、それがすごく身に染みるというか、さっきもあのよかったなって声かけてくれましたし、あのやっぱりああいう監督の下でやられてるのはすごく幸せなことだなと思います。試合もまたすぐ来るので、まずはこうあの1日休んで休暇を取って、また気持ちリセットしてリーグ戦と天皇杯イルバンと向かっていきたいなと思います。お疲れ様でした。すいませんでした。お疲れ様でした。